はい、ゲームコレクターの佐々木寛です。チャンネル登録よろしくお願いします。東京エンカウント2ですけども、今月もね、無事放送されたようで、僕もあの内容を確認しましたので、まぁ、ちょっとね、ソフトもね、無事帰ってきたのでね、ちょっとまたちょっとその話をしようかなと思います。まあ、ということでね、東京エンカウント2に関しては、まあ、以前はね、収録の方をこう行ってたんですけど、最近はまあ、というかコロナ以降はね、あの一番そう、そこの場にいなくていい人なのでね、僕はね、まあ、何か気になったら話することはあるけど、まあ、大体僕の出番はあのゲームのね、ソフトをこう決める段階で、最初のアイデア出しの時にこうポンと話をして終わり、ほぼ終わりでね、あとはこう静観して終わるのを待つ感じなんですけども、まあ、今回もね、まあ、ちょっと一応こういう公式サイトの方を見てみると、まあ、こんな感じでブログの方ね、第85章、いつも思う。俺、多分開発者の思惑通りに遊んでんだろうな、ってやつね。これの方では、まあ、オープニングはアストロシティミニ VD だっけ?5だっけ?V でいいのかな?これは、今回東京おもちゃショーにもね、展示されてたんですけども、7月発売予定のやつで、まあ、単純に、収録タイミングうまくね、ハマったみたいなので、こう、発売前にこう、お披露目みたいな感じでプレイできたみたいです。みたいですっていうか、まあ、そういうところでね、うまくタイミングが合うとこういうこともあるんだなってところですね。はい。なので、これは僕のものではないです。当たり前ですなんですけども。はい。で、その後が、これはアーケードエンカウントか。究極戦隊ダダンダーンもね、これはもう僕のものではないです。当たり前なんですけども。まあ、ダダンダーンも、まあ、正直言って僕、この時代のね、アーケードのゲームあんまよくわかんないんで、ちょっとこれもパスですってことで。で、最後にね、やったのが、レッドアリーマ2でした。まあ、レッドアリーマ2はね、こちらのタイトル。まあ、番組で使用されたまんまこれなんですけども。そうね。中井村のシリーズっていうと、まあ、基本ね、アーサーがこう、やられるとパンツ姿になって、もう一回やられると骸骨になるみたいなね、そこはポイントなんですけども、レッドアリーマっていうのは結構こう、まあ、初代のね、魔界村なんかからずっとこう、最初にこう、対峙するいやらしい敵。まあまあ、ゾンビがいやらしくて最初からやられちゃう人もいるかもしれないけど、まあ、レッドアリーマはね、大体こう、苦戦するファーストポイント的なところでね、結構こう、特徴があって、なぜかこう、個性付けをされてって、こう、いつの間にか、まあ、ゲームボーイで1作目があって、2作目がこう、ファミコンって感じでね、こう、シリーズ化がされていたタイトルなんですけども、今回はね、見事ね、これを、まあ、正直言うとこれアクション、まあ、アクション RPG って表現がどのぐらい正しいかよくわかんないんだけど、まあ、要は、こう、ゲームを進めるにあたって、どんどんキャラクターが成長していくので、アクション要素がね、こう、まあ、長く飛べるとかね、なんかいろいろそういう要素がついて、攻撃が増えていくのかな。まあ、いろいろそういう要素がついて、追加していくことで、まあ、強くなっていくんで、まあ、ね、ゲームによってはこれはパワーアップって言い方もすれば、レベルアップって言い方もするし、まあ、難しいんだけど、まあ、一応、ね、こう、成長していくアクションゲームみたいなニュアンスでね、やるゲームなんで、正直番組の中でね、エンディングまでいけるわけがないんだけど、まあ、一応、いい感じでね、攻略されてたかなと思います。はい。で、シャープ、第86章の方ね、予告になってるんで、まあ、ここはね、一応、あの対戦格闘ゲームの最新作を遊びますって書いてあるのは、まあ、もう放送されてるから多分ね、情報は流れてるんだけど、僕は隠しときますが、まあ、当然最新作なので僕のものではないんですけども、その後ね、挑戦をされていたのがね、これね、B-Wing。はい。B-Wing ね。いや、意外でしたね。僕なんか B-Wing って結構メジャーなゲーム だったんです。まあ年齢がね、中村さんや杉田さんと僕の年齢はちょっと僕の方が上なので、ちょっとはね、やっぱり僕が懐かしいと思うものと彼らがこう経験したものとは違うんですけど、だから、まあ僕としては割とこうメジャーなゲーム、アーケードでも見たこともあったし、ファミコン版も見たことがあるって、まあそういう感じのゲームだったんですけど、まあファミコン版はね、いきなり最初にこう、ウィング、まあ B ウィングなんでウィングが何種類もあるんですけど、その中からこう好きなね、ウィング最初だけ選んで、で戦闘出てる、行くと、まあいろいろこう、状況に応じてウィングが出てくるんで、まあそれを入れ替えながらね、まあたまに、基本的にはその場のステージに合うものが入ってくるんで、そっちに切り替えた方がいいんだけど、場合によってはハンマーとか持っててね、こう、潜らなきゃいけなかったりとか、ちょっとこう、飛び越えない、弾を飛び越えさせないとこう当たらないね、
ところとか以外だったら、まあ、ね、割といろいろとこう、俺はこれが得意だっていうね、ウィングをつけっぱなしでこう攻撃、攻略することができるんだけど、なんかそういう感じにも番組の方ではなってなかったですね。まあでもあれ、1面のクリアで終わってたけど、2面のクリアまで、2面のね、ボスまで行くとちょっと、これと戦うのみたいなね、ことがね、ファースト、インプレッションはね、そういう感じにな、ゲームね、先に進んでいくと、まあ、どうせまたニョロッとした奴らだろうみたいな感じになるんだけど、まあ、ちょっとそういう意外性があるので、ね、そこら辺は皆さんもね、ビーウィング遊んでいただければと思います。で、あとはこれか、メモリアルセレクションボリューム2。こちら遊んでいただいてますね。はい。まあ、こちらはね、セガの70年代から80年代ぐらいのゲームが揃ってるやつで、まあ、正直僕もこう、ね、これは、面白いだろうなと思ったんだけど、やっぱりね、6タイトル全部プレイするってのは無理だったみたいで、まあ、番組の方では、3つかな、遊ばれてましたけど、いやー、侍ね、いいゲームですよ、侍。侍に関して言うと、さすがにね、僕もね、あれをアーケードで見た記憶はないんですよね。まあ、かといって、忍者プリンセスとかもアーケードで見たかっていうと見てないんで、まあ、モナコ GP ぐらいかな。ここに収録、ああ、でもスタージャッカー。まあね。まあ、というようなね、古いゲームなんですよ。まあ、ね、ファミコン、プレイステーションあたりで結構、各社ね、こう、ナムコとかカプコンとか、まあ、サンデーシもあったし、あと、ジャレコもあったか、こう、なんか、その会社のゲームをこう、何本も収録した、しましたよっていうね、ゲーム集的なのが出てるんですけども、まあ、そのね、同じ時期、セガは当然サターンなんで、サターンの方では、まあ、こういうのが展開されてたよ、という感じで、まあ、ね、今ならね、サターンを皆さんもこう、手に入れる機会があるかわかんないんだけども、まあ、そうね、そういうナムコミュージアム的なね、感じの感覚で、こう、セガのね、ゲームを遊ぶなら、まあ、この、まあ、当然ボリューム2なんで、ボリューム1もあるんですけど、これをね、皆さんプレイしていただければと思います。という感じでね、東京エンカウントに、まあ、僕にとってはこうね、あのゲームをこう、ね、どういう風にプレイしていただけるのだろうかってところが楽しみなね、番組なんですけども、まあ、今回もね、面白く楽しませていただきました。次回もね、どんなゲームで、どんな、プレイをされるのか楽しみにしています。ということで、僕のね、今回もね、今日も、僕の、ノートの方のね、こんな記事をアップしてますので、まあ、なんのこっちゃって話なんですけどもね、見ていただければと思います。ということで、この動画が役に立った方は、グッドの評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。以上、サッカンでした。